はいどうも、白滝です。今回の動画はまたもや調子くん匂わせか。Twitter である方がプロスペース公式 Twitter をフォローしました。まあ何かしらね、あるからフォローしたと思うんですけれども、その方は誰なのか、今後の展開のね、予想について今回の動画で話していこうかなと思います。まあ、今後もね、こういったプロスペースの情報、まあ、いち早くね、動画投稿するので、まあ、ぜひともね、チャンネル登録と通知、まあ、そしてね、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ではね、早速本編の方やっていきましょう。プロスペース公式ツイッターがあるんですけれども、〇〇さんがフォローしました。その方が、ロバート・ローズ選手。まあ、横浜でね、活躍した、外国人選手になりまして、まあ、画像かね、動画が、まあ、右側にね、どちらか右側か左側に、まあ、貼ってあると思います。まあ、何もね、意味もなく、プロスペース公式のね、ツイッターをフォローしないと思うので、まあ、何かしらね、プロスペースと関わりがあったため、フォローしたのではないのかなと思います。で、このフォローが発見されたのが、まあ、2日前ぐらいかな。2日前、3日前に、まあ、このね、フォロー、したことがね、判明したんですけれども、まあ、そこでね、考えられるのが、〇〇セレクション、まあ、ローズセレクション、まあ、過去にはね、石橋セレクション、ダルビッシュセレクション、田中将大セレクション、イチローセレクションと、〇〇セレクションが開催されていたんですけれども、今回、まあ、ローズさんがね、公式ツイッターをフォローしたので、ローズセレクションが来るのか。まあ、正直言ってね、まあ、ローズ選手、まあ、つかみとしてはですね、まあ、正直なことを言うと、まあ、ちょっと難しいのではないのかなと。まあ、ダルビッシュさん、まあ、田中将大さんみたいに、まあ、その名前のね、まあ、知名度、まあ、ということを考えるとちょっと難しいので、まあ、自分がね、考えているのは、ローズセレクションではなく、ローズ選手を筆頭に、外国人 OB セレクションが、まあ、再び復活するのではないのかなと、個人的に考えています。1年前、2年前からね、外国人と日本人の方がね、混じった状態の OB ガチャになったんですけれども、それまでは外国人 OB というね、シリーズが登場していました。まあこれはね、これで、まあ楽しみなね、ガチャの一つであったので、まあさやね、まあどうなってくるか難しいんですけれども、まあ自分が考えているのが、まあ外国人 OB、まあこれがね、再び復活と。まあ、9月からね、シリーズ2が始まるので、まあ、開催されるんであれば、9月、10月あたりかな、周年イベントがあるので、その前に外国人 OB セレクションを更新させて、まあ、その後も、まあ、誰かしらのコラボがあるかもしれないですし、まあ、普通にね、周年イベントのみかもしれないんですけれども、まあ、自分、まあ、個人的に考えているのが、まあ、再び外国人 OB セレクション、まあ、これがね、復活するんじゃないのかなと予想しています。このシリーズは2017年から開催されていまして、2017、2018、2019、2020、4年間続けられました。で、2021年から、まあ、外国人と日本人の方が混じったね、OB シリーズになったんですけれども、まあ、2017年、どういったね、選手が登場していたのか。まずは背景見ていきましょう。背景はね、なんか宇宙的な感じのものになりまして、結構かっこいいんですよ。で、2017年一番最初に、まあ、出たのが、オリックスローズ選手、タフィーローズ選手。自分で、ね、ランキング走って獲得したんですけれども、いやー、かっこよかったね。もうパワーとね、能力、ミートが81、パワーが87。称号でね、パワーアイスにできる。いや、このね、外国人 OB のね、ガチャが来た時は、いや、かなり興奮したね。いや、めちゃめちゃ強かったんですよ、能力見てください。まあ、この時、パワーヒッターでも使えたのかな、リアルタイム対戦では。まあ、今ではね、アーチスト、ラインドライブの弾道が強いんですけれども、いや、強かったね。めちゃめちゃ強い。で、守備的性はまあこういった感じになっていまして、まあ、特殊能力、パワーヒー存在感、連発と、まあ、オリックスはね、ローズ選手が登場していました。他にもいろんなね、外国人の方が登場していたんですけれども、2017年注目の選手2人目が、まあ、フォローしたね、ロバート・ローズ選手。能力は弾道高弾道86、82、61。まあ、この2017年更新された時、まあ、獲得した方多いんじゃないのかなと思います。まあ、能力も高くて、この時特殊あったけど、どうやったっけ、2017年は確か特殊はなかったかな。まあ、守備数値が69。まあ、今であればね、特殊で B にすることができまして、まあ、あとは限界突破でね、サードも起用することができる。チャンス、広角打法、存在感と。ローズ選手こちらかな。
横浜、ダルビッシュセレクションに登場した時は確か、まあ、特殊能力アベレージヒッターに変わっていたんですけれども、いやこの背景もねかっこいいんですよ。いや来てほしいな再び外国人 OB セレクション。まあ、その OB に関しては、まあ、スピリーグとか、まあ、あとは他にもねいろんなダルビッシュセレクション、田中将大セレクション、イチローセレクションも含めれば OB のね、シリーズに関しては、まあ、7段ぐらいあったのかな、7段8段ぐらいあったんですけれども、まあ、そこにね再び外国人 OB セレクション、これもありだと思います。いや背景がねめちゃめちゃかっこいいんですよ。2018年の外国人 OB 見ていきましょう。この時の背景が、まあ、なんか隕石的なね感じの背景になりまして、これもかっこよかったんですよ。で西武は各大元選手、まあ、球威81、制球81、AA の同値なので、まあ、リーグではねかなり強い選手で、球種の球威 B 以上もね3つあって、限界突破すれば抑えもね起用することができました。同一選手資格で、まあ、2022年、登場していたんですけれども、いやこっちの背景もねかっこいいんですよ。限定感があって、まあ、特殊能力は剛速球、コントロール回、キレと、いやいいね。2018年の目玉選手2人目が、兄さん D 選手、まあ、弾道高弾道86、80、65と、まあ、ロッテ純正にとっては能力が高いので、まあ、欲しい方いるんじゃないのかなと思います。まあ、自分取ってたんですよ。こちらもランキング取ったのかな。で同一選手比較で見るとまだね1回しか登場していません。いや D さんとか来てほしいね。極みで持ってるんで継承できるんですよ。まあ、特殊能力はアベレージ、パワーヒッター、回、チャンスという、まあ、特殊能力なんですけれども、いや能力高いね。横浜はポンセ選手が登場していまして、弾道パワーヒッター、ミートから80、81と、まあ、高い能力、まあ、称号でね同値にできる、そういったステータスで登場していました。まあ、限界突破すればねファースト、レフト、サードを守ることができまして、まあ、特殊能力はパワーヒッター、まあ、パワーヒッターなので今のね環境で使うのはちょっと厳しいんですけれども、まあ、横浜純正にとっては、まあ、高い能力なので欲しい方多いんじゃないのかなと思います。そして最後4人目、阪神ウィリアム選手、まあ、個人的に今一番欲しい、まあ、中継ぎの投手になりまして、2018年が最終なんですよ。いやそれ以降出てないこのウィリアム選手、何がいいのか。デフォルト QEA なのでリーグで使えてくる。まとめてください、このスライダー。限界突破すれば抑えも起用することができまして、モデルビューは見ると固有フォームだと思います。はみ出るんですよ、見ていてください。ほら画面からはみ出るという、いやこのねウィリアム選手マジで欲しい。阪神純正の中継ぎとして JFK、久保田選手、藤川選手、ウィリアム選手、まあ、多分揃うので、いやウィリアム選手今年こそ来てほしい。で特殊能力見てください、タイピンチ20丸なんですよ。タイピンチ発動した時のスライダー、いやこれはねランク戦でも使えてくるかな。まあ、全国大会であればよりね打ちにくいので、いや今年こそウィリアム選手来てほしい。2019年の外国人 OB 見ていきましょう。オリックス、ブーマー選手が初登場。弾道アーチスト、84、84、58。まあ、高いね、能力になっていまして、デフォルト、ミート A、パワー A なので、リーグで使えてくる。まあ、あとはね、リアルタイム対戦でも使えてくる。まあ、この2019年獲得した方は、まあ、多いんじゃないのかなと思います。まあ、特殊でね、C にすることができまして、まあ、広角打法は持っていないんですけれども、まあ、打ちやすい選手の一人になっています。西武はこの年初登場、カブレラ選手、弾道パワーヒッター、ミートから82、88、56、まあ、高いね、能力で登場したので、ブーマーさんやね、カブレラさんと迷った方多かったんじゃないのかなと思います。まあ、守備はね、ちょっと不安なんですけれども、DH はね、代打起用で、まあ、使うことができまして、まあ、特殊能力に広角打法を持っている、まあ、カブレラ選手とかね、まあ、ゲーム内で使うんであれば、もうアーチストとかでね、まあ、忖度でアーチストに変更して、まあ、登場させるのもありだと思うんですけれども、まあ、やっぱ外国人の方はね、まあ、なんかパワーヒッターという、まあ、イメージがあるので、まあ、パワーヒッターで登場する方が多いんですけれども、いや、アーチストとかにしてほしいね、カブレラ選手。2019年、弟レオン選手が登場。弾道高弾道83、82、61、兄弟揃ってミート A、 パワー A の、ね、能力で登場していまして、まあ、守備は、ね、こういった感じになっていました。で特殊能力はチャンス、アベレージヒッター、回、パワーヒッター。まあ、寸評を見るとね、兄のリーに次ぐリーグ2位の打率、3割4分0厘をマーク。本塁打も41本塁打、いやすごすぎるでしょう。
横浜はブラッグス選手が登場、まあ、いろんなねエピソードがあるんですけれども、能力は弾道パワーヒッター80、81、65、まあ、高い能力、称号でミート A、パワー A のどの地にすることができますし、ライトの適性が B あるんですよ。いや、これは貴重じゃないですか。で、特殊能力はパワーヒッター、チャンス回、まあ、プルヒッターなければライトの横浜枠純正の方は使っていたんじゃないのかなと思います。いや、いいね、高い能力の方が多いね。そして最後、2020年の外国人 OB 見ていきましょう。目玉選手一人目がブライアント選手。まあ、連続でね、アーティストの選手が登場していまして、称号でパワーアイスにすることができる。まあ、守備はこんな感じになっていまして、捕球22にはちょっと厳しいんですけれども、まあ、第3特殊能力プルヒッターを持っているので、まあ、純正向きの選手にはなってくるんですけれども、いや、いいね、ロマンがあるね。ヤクルトはペタジーニ選手が登場していまして、弾道パワーヒッター82、84、66と、まあ、能力も高くてね、ファーストの適性がし、まあ、ライトもね守ることができる、まあ、特殊能力はパワーヒッター選球眼回チャンス。2020年の横浜はブランコ選手、弾道パワーヒッター83、83、59、デフォルトねミート A、 パワー A の同値なので、リーグのためにね自分は獲得しました。まあ、背景もいいね。でファーストね守ることができまして、まあ、特殊能力はパワーヒッターチャンス回固め打ち。阪神はブラゼル選手が登場、弾道パワーヒッター77、86、56、まあ、称号でねミート A、 パワー A にできるステータスで登場していまして、あ、最終更新がこれ2020年かな、まあ、再び登場してほしい選手なんですけれども、まあ、ブラゼル選手、限界突破すればね、レフト、ライトを守ることができまして、まあ、特殊能力パワーヒ連発回初球。巨人はクロマティ選手、高い能力で登場していまして、ミート87、パワーが81、称号でミートエースにすることができる。ファーストとね、レフトを限界突破すれば起用することができまして、超広角打法を持っている。まあ、ちょっとね、独特な、フォームなんで、まあ、打ちにくい方と打ちやすい方、まあ、分かれると思うんですけれども、まあ、こういった選手がね、OB シリーズで登場していました。まあ、最終が、まあ、2022年かな、まあ、去年登場したんですけれども、いや、OB シリーズの背景もいいね。そして最後、中日、ゴメス選手、弾道パワーヒッター79、82、まあ、こういった能力で登場していました。まあ、特殊能力はパワーヒプルヒッター界存在感。2017年から2020年の外国人 OB のね、選手見ていったんですけれども、まあ、高い能力の方が多くて、まあ、リーグやリアタイでね、使えてくる選手なのもいたと思います。まあ、その他にもね、バースさんやタイロンウッズ選手、まあ、ロペス選手など、まあ、いろんなね、助っ人外国人の方がいるので、まだまだね、出せる選手はいると思います。まあ、ロバート・ローズ選手がね、まず公式ツイッターの方を、まあ、フォローしたと思うんですけれども、まあ、どうなってくるか、まあ、正直わからないんですけれども、まあ、個人的な予想としては、まあ、こういったね、助っ人外国人が、まあ、シリーズ2からね、再び、まあ、復活するんじゃないのかなと、まあ、個人的にはね、予想しています。まあ、皆さんのね、意見や予想に関しては、まあ、何かしらね、コメントで書いてもらえればなと思います。今回の動画はロバート・ローズ選手がプロスペース公式ツイッターをフォロー、まあ、今後ね、まあ、どういった展開になってくるのか、まあ、個人的なね、予想にはなるんですけれども、まあ、この動画で紹介していきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、次回ね、5万人目指して投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね、通知と、まあ、シリーズ2がね、楽しみだという方は、高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。